カフェのコーナーです。今週は車の冬の準備について詳しくお話を伺います。ご紹介いただきますのは渋川店の関浩太さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は車の冬の準備ということで、はい、真っ先に冬の準備といいますと思い浮かぶのはスタッドレスタイヤの履き替えですよね。そうですね。来月にはスキーやスノーボードへお出かけになる方も多くなりますね。スキー場の近くでは道路の除雪がされていても短時間に雪が積もったり、急激に冷え込んで凍結していたり、道路状況が様々ですから、寒冷地にお住まいの方やお出かけされる方は早めの交換がおすすめですよね。そうですよね。雪が降ってしまってからでは結局ノーマルタイヤでタイヤ交換に行かなきゃいけないですし、同じように慌ててタイヤ交換にお店に駆け込む方もいらっしゃいますから、やはり冬の準備、タイヤの履き替えなどの準備は早めにしておくことの方がいいですよね。はい。それからタイヤ交換をご自身でされる方はナットの締め忘れなどにご注意ください。どんなことでも同じことが言えるかと思いますが、やっぱり慣れてくると最後のチェックが甘くなりがちですから、安全にお車に乗っていただくためにもしっかりと作業をしていただきたいですね。そうですね。お困りのことがございましたら富士スバルのスタッフまでお問い合わせください。それから関さん、はい、他にも冬のために準備をしておくことがあるそうですね。はい。他にもいくつかございます。まずはバッテリーです。気温が低くなるとバッテリー内の液体の温度も下がりますので、バッテリーの容量が低くなってしまうんです。お車の使用環境によってバッテリーのコンディションも変わってきますよね。はい、その通りです。寒くなってくるとバッテリーにとっても過酷な環境ですので、しっかりバッテリーチェックをしてあげてください。バッテリーチェックはプロに任せて、冬のシーズンも安心安全にお車に乗っていただきたいですね。はい。富士スバルではシーズンごとにシーズンインチェックを行っておりますので、富士スバルのスタッフまでお気軽にお申し付けください。そういえば関さん、はい、前に聞いたことがあるんですが、スキー場など寒いところで長時間車を駐車していると、サイドブレーキが解除できなくなってしまうことが、そんなことがあるみたいですね。そうですね。皆さんが身近に経験したことがあるのはワイパーが凍りついてしまって動かない、というようなことではないでしょうか。それと同じようにサイドブレーキ機構が凍りついてしまうことがあります。なるほど。しかしスキー場の駐車場などではやっぱりサイドブレーキをしておかないとちょっと不安になってしまうんですよね。はい、そうですね。そのようなトラブルにならないよう、車輪止めを使用し、サイドブレーキは使用しない。それから先ほどワイパーが凍りついてしまったとお話ししましたが、ワイパーへのダメージになってしまいますので、状況に応じてワイパーを立てておくなど配慮が必要ですね。いろいろと来たる冬に向けて準備することがありそうですね。はい、そして冬への準備はお早めにということですね。はい、はい。カフェのコーナー、今週は車の冬の準備について渋川店の関浩太さんにお話を伺いました。関さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。